りわけ今シリーズは季節外れの暖かさで始まり、寒暖差による調整手腕が問われたシリーズになった4日間、ボートピア岡部カップ開設22周年記念、そんな激しい寒暖差を乗り越えてファイナルの舞台に進んだ6選手が登場です。12レース優勝戦が始まります。今日の難敵は水面上の風、この時間帯緩やかではありますが、まだ追い風吹き抜ける、そんな水面状況となっています。2013年1月以来のファイナル1枠、その10年11ヶ月ぶり、大いなる眠りから目覚めの時は1コース1番の塚田修司。破壊力抜群のエンジンパワー、そのモーター相手に、強敵相手に挑む優勝戦1枠です。ファンは人気の中心に押しました。意志より固い断固たる決意、ここは2コース2番の石渡哲平、今年の6回目の優勝がかかる2コースからの戦い。初日に戸田通算400勝達成、百戦錬磨の3コース3番平石和夫、戸田の4枠は過去 V2 の実績あり、門市4番山本英史、来季はキャリアハイの勝率5コース5番の野中一平、昨日連勝勝負強さ発揮、6コース6番の古川正幸、1番2番3番4番5番6番で優勝戦スタートしました。踏み込んでいったのは1コース5コースあたりのスタート、その後は内寄り2人、出ていく構え1周1マーク、3コースから平石のまくり、健康一滴の仕掛け、しかし残す1番の塚田、さらには内から2番の石渡もやってくる、3人広がってきた、さあ誰が頂点に立つか、スタートは前提正常、やはりパワーは本物、ぐんと出ていく1番塚田、2マークトップで迎えます。その後ろ3番平石、内を差し込んでくる、少し石渡は座り込んだ、平石の差しはどこまで迫るか、それでも直線コース、やはりパワー面で勝るのは1番の塚田修司、先頭2周目懸命に前を追いかける3番の平石ですが、2番手5番の中3番手2周1マークの旋回、トップで回る1番の塚田、その塚田の内、もう1回3番の平石の差しハンドル、ベテラン勢腕比べですが、ここはやはりパワー面で勝るのは1番の塚田修司、それでも諦めず3番の平石も懸命に追いかける、3番手争いも2番の石渡巻き返して、5番野中との攻防、2周2マークの旋回、トップで回る1番塚田、この2マークでは少しずつ少しずつリード広げにかかる、3番平石やや塚田の背中が遠くなってきたか、3番手5番野中変わらず、レースは最終周回に入っています。猛者たち相手でもその強力なパワーが後押し、先頭1番の塚田修司、力尽きたか、3番平石離されて2番手、3番手5番の野中一平、2番石渡4番手、ラストターンマークへと向かいます。2013年1月江戸川での優勝以来、10年11ヶ月ぶり、これで通算4回目の優勝へ、1番塚田先頭、3番平石2番手、5番野中3番手、最後まで主役、下克上ストーリー、ここに完結、1番塚田久々のビシュ優勝、ゴールイン、3番平石ゴールイン、5番野中ゴールイン、2番石渡ゴールイン、4番山本ゴールイン、ラスト6番古川ゴールイン。